さて、県内は連日厳しい残暑が続いていますが、実りの秋も近づいています。大館市で今日、わせ品種の500川の稲刈りが始まりました。収穫された新米は来月上旬から販売されます。大館市比内町にある花田博さんの田んぼでは、今日、わせ品種500川の刈り取りが始まりました。生育が非常に早く、さっぱりとした食感が特徴の500川。大館市内ではおよそ7ヘクタールで作付けされています。暑さに弱い品種ですが、水の管理を徹底したことなどから、今年は例年並みの品質と収量になりそうだということです。まずこう農家が一つ一つこう手を加えて苦労して一粒一粒育て上げました。で、なかなか自然の猛威脅威には勝てない部分もあるんですけども、それでもこう一粒一粒今年は美味しく出来上がったと思いますので、皆さん美味しく食べてほしいなと思っています。今日刈り取られた500川の新米は、来月上旬から県の内外のスーパーで販売される予定です。まもなく迎える実りの秋、県内では来月中旬から秋田小町の収穫も本格化します。全国的にスーパーなどで米が品不足となっていますが、JA によりますと、県内では新米の流通とともに来月下旬には品薄の状態が解消される見込みです。